テルボンヌは、カナダのケベック州のラノディエール地域にある都市。ラミルイコールイル川の北岸に位置し、川を挟んで、ジェストのラバルに、プレーリー川を挟んで、モントリオール島のモントリオール市に隣接している。モントリオール大都市圏に属し、人口は2016年時点で11万1575人と、モントリオール大都市圏内では4番目の人口を持つ、衛生都市である。 1673年にアンドレ・ドーリアデイランドによって創設されたのが起源とされる。2001年8月22日に、ラシュネ、ラプレンヌ、テル・ボンヌの3つの自治体が合併しているボンヌが成立した。2016年センサスによる人口は111,130人で2001年の42,745人からは2倍以上増加した。 住民の母語の割合はフランス語が87.8%と大半を占め、英語は2.19%、その他の言語が8.03%となっている。テルボンヌ駅 RTM によって運営される、郊外列車のマスク主線が一路線伸びており、テルボンヌ駅からモントリオール中央駅まで運行されている。 市内のバス路線も RTM によって運行されており、ラバルとモントリオールの地下鉄駅とを結んでいる。ありがとうございます。